ドゥブロブニク、ドゥブロブニクは、クロアチア、アドリア海沿岸のダルマチア最南部に位置する都市、及び基礎自治体で、ドゥブロブニクイコールネレトバ軍の軍都である。日本語で、ドブロブニク、ドブロブニクとも表記される。ボスニアヘルツェゴビノの唯一の海港であるネウムが、回廊状態で分断しているため、クロアチア本土とは陸続きではない、飛び地。1979年に、 世界遺産に登録された旧市街はアドリア海の真珠とも歌われる美しい街並みを誇る。アドリア海沿岸でも結出した観光地であり、多数のクルーズ船が寄港するほか、地中海各都市とフェリーで結ばれドゥブロブニクイコールネレトバ郡の中心都市となっている。人口は2011年に行われた国勢調査で42,641である。 そのうち約2万8000人はドゥブロブニク市外に居住している。2001年の国勢調査ではクロアチア人は住民の88.39%を占めていた。ドゥブロブニクは歴史的に海洋貿易によって栄えた都市で中世のラグーサ共和国はアマルフィ、ピサ、ジェノバ、ベネツィアなどと共に5つの海洋共和国に数えられアドリア海島側では 唯一のライバルである都市国家はベネチア共和国だけであった。巧みな外交術と豊富な富に支えられ15世紀から16世紀にかけては特に発展している。1970年代、高級的に戦争による破壊から守るために非武装化されたが、1991年のユーゴスラビア崩壊に伴う紛争でセルビア・モンテネグロ勢力によって7ヶ月間包囲。 ドゥブロブニク包囲され劇により多大な損害をこむった。町の起源は古く、ローマ帝国時代、あるいはそれ以前に遡るとされている。町のイタリア語名、ラグルサは、当時のラテン語名ラグシウムに由来する。歴史的に7世紀頃、ラウスと名付けられていた岩島に、近くの都市エピダウロスからのダルマチア人の避難民が、スラブ人の侵略から逃れるために成立したとされる。ほか、 8世紀からのビザンチンのバジリカや城壁の一部などの新たな考古学的な発見を元にした説もあり、従来からの説が意義を唱えられることもある。バジリカは当時相当に大きな居住地が形成されていたことを示している。また、科学的な類似性によって、ラグルサは紀元以前に大規模な建築が行われた説も増えてきている。ギリシャ説は 最近の発見によって増えてきており、ドゥブロブニク港周辺での発掘で多くのギリシャ様式の遺物が発見されている。市内の主要道路の穴からは自然な砂が現れ、ラウス、ラウサ島説は否定された。アントゥン・ニ・チェティッチ博士のドゥブロブニク港の歴史によれば、ドゥブロブニクはギリシャ人船員によって成立されたとしている。鍵となる要素は、 古代船は1日あたり45から50回りの航海をし、夜間は急速と停泊するための砂浜が必要であったことである。停泊地の理想としては新鮮な水源が付近にあることであった。ドゥブロブニクは2つを兼ね備えており、ギリシャ人の居住地として知られたブドバとコルチュラ島の95回り、離れた2つの地点を結ぶ中間に位置していた。東オート王国崩壊後、 町は、ビサンティン帝国の過保護国の都市国家として沿岸部のセルビア人などと交流があった。十字軍の後、ラグルサは、ベネチア主権1205年から1358年の下に入り、ダルマチアの都市として権利を得ている。1358年、ザダル平和条約が結ばれる永続関係にあったハンガリー王国から独立を果たす。 14世紀から1808年まで、ラグーサは自由国として存続した。15世紀から16世紀にかけて最盛期を迎え、ベネツヤ共和国や他のイタリアの海洋都市国家がライバルであった。1272年に、ラグーサ共和国は自治権を獲得し、ローマ法や地元の慣習を成文化している。法令には、都市計画や公衆衛生上の権益に関する、 規則も含まれていた。ラグサ共和国の時代、この街では、イタリア系とスラブ系の住民が一貫して共存し、共に繁栄を支えていた。もともと、イタリア系住民が住んでいた島の部分と、スラブ系住民の住む対岸の集落の間に、赤い橋を埋め立てることによって、両者の一体化はさらに進んだ。共和国では、早い段階から現代的な法体系が整備、されており、 1301年には医療制度が確立しており1317年に現在でも営業している初の薬局が開業している1347年に養老院が1377年には隔離病棟が開かれた1418年には奴隷貿易は廃止され1432年に孤児院が開かれている1436年に 約2 0トルの水道施設が完成している。そもそもこの町は、後輩地であるボスリアやセルビアで産出される鉱石の積み出し港として栄えていたが、15世紀にオスマン帝国がバルカン半島の内部へ進出してくるとその総主権を認め、ベネツィアがオスマン帝国とたびたび戦争状態に入りその都度停滞したのとは、裏腹に、かつてベネツィアが独占的に果たしていた。 東西交易の中での役割をより書くなものとしていった。貴族階級を含め17世紀まで共和国の住人のほとんどはラテン由来の人々であったが周辺部からクロアチア人が移住するようになった。同時期、スラブ系とラテン系の住民が一緒に住むようになり、スラブの要素とルネサンス期のイタリア文化が影響し合い、ラグルサはクロアチア文学のゆりかごとなった。 共和国の経済は一部は土地の開発によってもたらされたが大部分は海洋交易によるものであった。巧みな外交術は交易を助けラグーサの商品は自由に海を行き帰都しには巨大な商船団が損した。各地で居住地も発見されている。多くのスペインやポルトガルからのマラーノやユダヤ人をラグーサは引きつけた。1544年ほとんどを ポルトガルの難民で占めた船が着岸したとバルタサルで、ファリアがジョアン王に報告している。流星を極めたラグーサ共和国だが、1667年に発生した壊滅的な地震の後、アドリア海溝駅の不振と相まって徐々に後退を始める。地震では5000人を超える市民が死亡し、公共の建物のほとんどは破壊された。百九十九年、共和国は、 クロアチア本土にある二つの小区画の領地をオスマン帝国に売り、前へ進めるベネツィアの軍とオスマン軍との戦いに巻き込まれるのを避けた。今日、これらの土地はボスニア・ヘルツェゴビナに属し、ボスニア・ヘルツェゴビナでは唯一、アドリア海に接する町であるネウムである。1八百六年、周辺部をナポレオンの軍隊に包囲され、ロシア・モンテネグロ艦隊の三千発の砲撃によって、 ラグーサ共和国は一ヶ月の包囲に降伏した。ナポレオンの最初の要求は、自らの軍隊の自由な通行で、領土の占領や圧力ではなく、フランスはラグーサの友人であるとした。しかしながら、その後、フランスの軍は港を封鎖し共和国政府を強制し、市へ軍を進めた。1808年、オーギュスト・マルモンは、ラグーサ共和国を廃止ナポレオンの初の国家となる。 イタリア王国に統合され、フランス支配下のイルリア州となる。1814年1月29日、オーストリアイコールハンガリー帝国は町を占領し、ウィーン会議によってハプスブルク領の一部とされた。この時期の産業は限られており、いくらかの絹や、比較加工、酒造、湯の生産などであった。週に3度、トルコのキャラバンが町のバザールにやってきた。 ハプスブルク支配時の20世紀初期に観光開発が始まり、新たな港や1970年代まで存在したドゥブロブニク市ンが整備されている。フランツヨーゼフ一世やマクシミリアンの夏のビラが沖合のロクルム島に築かれた。第一次世界大戦後の1918年にオーストリアイコールハンガリー帝国が新たに後のユーゴスラビア王国となるスロベニア人。 クロアチア人、セルビア人国の都市となる。都市の名称もラグーサから公式に現在のドゥブロブニク変えられた。第二次世界大戦時にはナチスの傀来国家であったクロアチア独立国の一部であった。イタリア陸軍が最初に占領し、ドイツ国防軍はその後1943年9月8日に占領し始めている。1944年10月に地頭率いる。 パルチザンがドゥブロブニクに入りその結果、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部となる。パルチザンは市内に入るとすぐに約78名の市民に対し裁判なしに死刑を宣告した。その中にはカトリックの聖職者も含まれていた。それまで観光客で賑わっていたドゥブロブニクへの砲撃は1991年から1992年にかけて続いた。 1991年はユーゴスラビアから相次いでクロアチアやスロベニアが独立を宣言した年でクロアチア社会主義共和国は現在のクロアチア共和国へ名称が変わっている。1970年代の早い段階で世界遺産に登録されている旧市街地は戦争による惨事から避けるため非武装化が行われたが991年の独立宣言を ユーゴスラビア人民軍に残っていたセルビア・モンテネグロによって街は攻撃されている。当時モンテネグロの政権はセルビア人政府に忠誠を誓うもみるブラトビッチがになっておりドゥブロブニクがクロアチアに残ることは歴史的にモンテネグロの一部で頭に容認できないと宣言している。この宣言にもかかわらずドゥブロブニク市内で多数を占めるのは クロアチア人でモンテネグロ人の居住者は少数であり、セルビア人は人口の6%を占めるだけであった。この要求にはミロシェビッチが送り込んだ民族主義者の大セルビア主義が関係している。1991年10月1日にドゥブロブニクにユーゴスラビア人民軍が攻撃を開始し、その後ドゥブロブニク包囲が7ヶ月間続いた。12月6日には 最大の砲撃が行われ、19人が死亡し60人が負傷している。クロアチア赤十字社によれば、この攻撃により114人が死亡したとされ、ドゥブロブニク包位では、犠牲者に著名な詩人であるランミリシッチが含まれていた。海外メディアは、旧市街の損害や人的犠牲を大きく、大げさなくらいに批判した。紛争終結後は、砲撃による旧市街の損害は、 復旧が進んだ。修復はユネスコのガイドラインに忠実に元来の姿に戻されている。2005年には最も被害を受けた箇所も復旧しており、紛争の被災地を示した地図を縄文近くで見ることができる。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷での税イネの大将や将校の基礎内容にはこの砲撃も含まれている。ドゥブロブニクの公用語は1472年まで。 ラテン語が使用されていた。その後、ラグーサ共和国は、公用語に、ラテン語と同型のロマンス諸語の一種である、ラグーサ方言のダルマチア語を採用すること決、議会での討議の場でのスラブ語の使用は禁止された。上流階級は自分たちの言葉を数世紀にわたって、保持していたが、徐々に廃れていった。ラテン系の言葉が、公用語として使われてはいたが、 共和国のほとんどの地元住民は、スラブ語を使用していた。1698年の B、A トールストイによる記録に残されている。彼らは共和国に常に誇りを持っていたため、自分たちのことをラグーサビとを意味するラグーさん、ラグセオスと呼んでいた。ダルマチア語は、市内で話されていたが、イタリア語も話されており、ベネツィア語やトスカーナ方言の影響も強かった。 ドゥブロブニク市内庭があり、中心部から2 0トルほど離れた粉ブレのチリッピ近くに位置する。国際空港からは、欧州各都市へアクセスすることが可能で、多くの観光客の玄関口となっている。空港とドゥブロブニク旧市街やクロアチア各都市や、近隣国とを結ぶ、長距離、バスターミナルがある。グルージュへはバスが運行されている。深夜まで走り市内の路線網がよく整備され、 高頻度な路線バスも運行されている。しかしながら、ドゥブロブニクへは、他のクロアチアの主要都市への鉄道路線がない。1975年までは、ボスニア・ヘルツェゴビナの主要都市であるモスタルや首都、サラエボまで、オーストリアイコール、ハンガリー帝国時代に建設された、基間760ミ、mm、リメートルの狂気鉄道が運行されていた。今日、ボスニア・ヘルツェゴビナへの交通手段は、 路線バスや車などしかない。ザグレブ、ラブチャを結ぶ A1 ハイウェイがドゥブロブニクへ延長される計画もある。ボスニア・ヘルツェゴビナ領内を経由しないルートとして、本土側とを結ぶの架橋が計画されるが、将来、ネウムに貨物港を建設した際に、貨物船の高さが制限されることになるためボスニア、ヘルツゴビナが反対し、資金的な問題もあって難航した。 ボスニア・ヘルツェゴビナ領内を通過する高速道路の建設について、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府と交渉することも検討されたが、2013年7月からクロアチアが欧州連合に加盟することから、国境の管理問題がある。2018年7月30日に、中国のの施行によるペリエシャツ橋の建設が開始され、2022年完成予定とされる。ドブロブニクは、 多くの教育機関も立地しており、ドゥブロブニク国際大学やドゥブロブニク大学などの大学のほか、会員学校、観光専門校、ザグレブ大学大学院の研究所、アメリカンカレッジの経営や技術学部、クロアチア科学芸術アカデミーの歴史研究所などがある。ドゥブロブニク周辺の気候は、典型的な地中海性気候の一種に属し穏やかで、 雨が多い冬と乾燥した夏がやってくる。しかしながら、独特の風や雷が起こりやすいなど、他の地中海性気候とは異なっている。10月から4月にかけて、アドリア海からは心地よくない冷たい突風である、ボーラが吹きつけ、年間を通して、雷は発生しやすい。夏でも風が起こる時には、暖かさや晴天は破られる。気温は、地域や地区により若干異なる。 通常、7月と8月の昼間の最高気温は、摂氏29度で夜間の最低気温は、摂氏21度である。春や秋はさらに快適で、最高気温は、摂氏20度から摂氏28度で経過する。毎年夏に45日間にわたり、コンサートや競技会などを含む、文化的な催しである、ドゥブロブニックサマーフェスティバルが開催されている。2月3日は、 ドゥブロブニクの守護聖人であるブラシウスの祝日で大きなパレードや祝祭が行われ数日間続く。旧市街は1993年から2002年に発行された59な紙幣の裏側に描かれている。聖ブラシウスの像は市内の周辺で見ることができる。ブラシウスはベネツィアへの福音者マルコと同様に重要で旧市街にある大きな境界の一つである聖ブラホ境界の 名称にもちなんでいる。アルボレトゥムトルステノは世界で最古の植物園で1492年以前に遡る。また、ヨーロッパでは3番目に古い薬局があり、1317年に遡り現在でも営業しているなど旧市街は古い建物を誇っている。イギリスの劇作家、ジョージ・バーナード賞は1929年にドゥブロブニクを訪れ、 この世の天国が見たければ、ドゥブロブニクに行かれよ、と述べている。ドゥブロブニク湾には72ヘクタールの木に覆われた、ロクルム島があり、伝説によれば1192年リチャード一世が難破した後、岸にたどり着いたとされている。現在、島には、城壁や植物園、ナチュラリストビーチがある。1667年の大震災では、 ドゥブロブニクのルネサンス期の建物は少数だけ生き残ったが幸いなことに建築遺産としては十分に残っている。ルネサンス期遺産で最も輝かしいものは16世紀以来のスポンザ宮殿で現在は公文書館として使われている。レクター宮殿はゴシックルネサンス様式の建物で優美な曲線と絢爛豪華な階段を表して現在は博物館として使われ、 建物のファサードは1993年から2002年にかけて発行された五十九な紙幣に旧市街と共に描かれている。聖者ウィオールール会はルネサンス期の名残を止め、隣は多くの観光客が訪れるフランシスコ会修道院である。フランシスコ会修道院の図書館には3万冊の蔵書22のインキナブラ1500もの貴重な手書きの 文書が保管されている。15世紀の銀と金メッキのクロスや銀のー炉、18世紀のエルサレムの十字架も含まれる。ドゥブロブニクでは最も敬愛されている聖ブラシウス教会、聖ブラホ教会は18世紀に建てられた。ドゥブロブニクのバロック様式の大聖堂は18世紀に建てられ、聖ブラシウスの聖遺物と共に象徴的である。ドミニコ会修道院は、 城壁の外側に似ているが、内側には、ゴシックロマネスク様式の教会と美術館を含んでいる。ドミニコ会修道院の貴重な財産は、図書館に保管されている220以上のインキュナブラや、多くの手書きの写本や図絵で、アーカイブにはこれら貴重な品々が保管されている。ドゥブロブニクの顔でもある、ドゥブロブニク城壁は、周囲約1900メートルあり、厚さ5メートル。 高さ20メートルの剣道なし壁。最初に作られたのは7世紀とされるが今日見られる。主要な部分は12世紀か17世紀にかけて作られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。